パスバンです。今日はですね、待ちに待って加藤さんの結婚報告会がこのどでかいホールで行われます。メインはあの発表会になりますね。そうですね、加藤選手の奥さんが、まあ、バレーの先生でバレー発表会がこの後開かれて、まあ、加藤さんはちょっと狼人間役ということで、そこの舞台裏を撮っていこうと思います。でこの後も結構名だたる、名だたるアームレスラーが名だたるのか分かんないですけど、まあ、知る人ぞ知るアームレスラーたちがあの祝福に S1 クラブにゆかりのある方々ですね。そうですね、はい、来るんで、それの飲みの様子だと撮っていけたらと思います、はい、ちょっと飲みすぎ注意ですよね。そうですね、さすがに、はい、今日は新選手と僕はこのスタッフで来てます。いいです、ちょっと競馬にスタッフ乗せないと、スタッフ競馬に夢中だったんで。S1 魂です。ひっくりですよ、ここで。ありがとうございます。お父さん、調子の方はどうですか？見ての通り、僕と新選手はね、早く入ったらそういうことです。あの手伝いにスタッフとして多分あると思う。力仕事頑張ります。それではリハーサル行ってまいります。頑張ってください。はい、お、いや、切れてるな、体が。行きます。はい、じゃあちょっとやってる模様は本番で撮ります。はい、頑張ってください。はい、これは漂ってます。おしゃれしよう。全然止まらない。すげえな。うわ、すごい。いった。結構いったね。これ倍くらい違うぞ。キレッキレっすね、動きが。はい、ちゃんとやんなきゃいけない。そんな動きするんですか？2人でここ彼女と回るんですよ。動きがキレンだな。ここからダメだった。2人と2人となって加藤先生、じゃあ最終確認、動きの。ハロウィンの仮装着れそうっすね。おぉ、あ、でもなんかかっこいいっすね。あの加藤さん、ガタいいから似合うな。ウルフってでかいな、なんかいっぱい食べたウルフみたいな。食べられてる小豚みたいな。大丈夫ですか？行ってきます。まずはバレエデビューですね。どこまでやって？4月で8年目で1年、来年で9、え、来年で今年に入って8年目ですよね。そうだから来年9の再来年10、再来年10年だと10年目になったら俺が32。あ、じゃあ22でチームやったんですね。長いリハーサルを加藤選手が完了しました。はい、あとはお疲れ様でした。はい、ありがとう。あと本番でやるだけ。加藤選手、2022年初陣です。2022年初フラッシュだ。頑張ってください。はい、フラッシュ。
Thank you.